何フラフラ消えてんだよ。よう。聞いてたんすか。聞いてたじゃねえよ。お前何いきなり黒子らあちってんの。はあ、ちょっとくらいいいじゃないですか。帰れねえんだよ。監督が責任あるってうるさくてよ。みんなで探してたんだよ。ほら、もう十分遊んだろ。変われ変われ。こっちだって来たばっかだよ。順番を守って。順番。まあまあ、ここはほら、バスケで決めるとかどう？なんだあいつら、柄悪いな。よっしゃ。あら、やるな、負けちゃう。よし、これでカイプロだ。ちょ、なんだよ今の。3 on 3だろ。はい、バスケでっつったろ。3 on 3なんて一言も言ってねえし。なんだよそれ、な、卑怯な。え、なんて。あ、悪い、よく聞こえなかったわ。どう見ても卑怯です。あっ、てか、なんだてめえ、どっから湧いた。そんなバスケはないと思います。何より暴力はダメです。何をやっとんじゃ、クロコッチ。ああ、いきなりなんだてめえ。いいんだね今時。いいぜ別に。じゃあバスケで勝負してやるよ。俺らも混ざっていいすか。つうか、何いきなりかましてんだてめえ。でっけー、なんじゃ。5対3でいいぜ。かかってこいよ。なんだと。考えてんだ。あのまま喧嘩になったら勝てるつもりだったのかよ。いや、 100% ボコボコにされてました。てめえ、見てください、この力こぶ。クエーシ、クロコッチってたまにすごいよね。それでもあの人たちはひどいと思いました。だから言っただけです。だからその先を考えろ。忘れてました。忘れてましたじゃねえよ。すいませんでした。お前自分でも 100% ボコられるって言ってたろ。すいませんでした。じゃあ俺はそろそろ行くっすわ。最後にクロコッチと一緒にプレーできたしね。あと、カガミッチにもリベンジ忘れてねっすよ。カガミッチ、キセ君は認めた人には何々っちをつけます。よかったですね。やだけど。予選で負けんなよ。鏡君、一つだけ聞かせてください。あの話を聞いてましたか。決別するとかしないとかっていうか、それ以前に俺お前と気合ってねえし。一人じゃ無理だって言ったのはおめえだろ。だったらいらねえ心配すんな。それにいつも光と共にある、それがお前のバスケだろ。鏡くんも結構言いますね。うるせえよ。